こんにちは、ももです。もぽちゃむです。今日は私がちょっと怖い話をします。実は先週に初めて韓国で無断っていうのに行ってきたんですけど、皆さん無断って知ってますか？多分韓国ドラマとか見る方だったら一回は見たことあるんじゃないかなって思うんだけど、ちょっとね、なんて言うんだろう、日本語で説明が難しいんだけど、なんか日本でもさ、占い師さんとか、まあ、霊視できる人とか霊媒師さんとかいると思うんだけど、韓国の無断はなんかその占いと霊媒師さんとか、まあ、そういう感じをなんか合わさった感じで、占い師は占い師で別でいるの。なんかタロットとか四柱推命とかやってくれる占い師さんは韓国にはいるんだけど、そういう方たちはなんか霊視とかできる感じではなくて、霊視とかできるのは多分無断っていう、そのなんか鈴とかさ、シャン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 とかしてさ、なんかすっごいトゲトゲの板の上さ、バン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 ボンってなんか跳ねたりとかさ、すごいなんかわーとか言ってさ、なんか太鼓トントントンとか言ってさ、なんかこう神からのお告げを言うみたいな、なんかさ、多分韓国ドラマで一度は見たことあると思うんですけど、私実はその無断に行く機会が先週ありまして、行ってきたんですけど、なんかそこで結構いろいろ衝撃的なこととかも言われたりとかして、それをちょっと皆さんにお話ししていきたいなって思うんですけど、まず私今その髪を切った動画とかで見てもらったら分かるんですけど、まあ絶賛病んでる中なんですよ。なんか人生で結構今まで山あり谷ありで生きてきたけど、今ちょうど谷にいる感じで、多分私はまあ周期的に言うと 4,5 年に一度どん底の谷の時期が来るんですけど、多分私今その時期なんですよね。なんかこう明るく普段はしてるけど、今一番悩んでいることも多いし、辛いことも多くて、なんかそれで髪も切ったりとかしてさ、気分転換したりとかしてるんだけど、無断に行こうとは考えたことなかったけど、でもなんかまあちょっと占いとか行ってなんか助言を受けたいなって思ってた時期だったんですよ。ちょっとでもなんかいいことがあればいいなと思って、待ち受け画面これですよ。アレン様なんですよ。皆さんから見たら私って悩みがなさそうだし、まあ、なんか人生順調そうって思われてる方も多いと思うんだけど、私もすごい悩みとかあるし、なんか今すごい落ち込んでるんだよっていうことも皆さんに伝えたかった。私も同じだよっていうことで、なんか私がこのアレン様を待ち受け画面にして、次の日くらいにその無断のお仕事で行ったんですよ。それは本当の無断の人に鑑定を受けるお仕事で行ったんだけど、なんかそのお仕事が入ってきて、アレン様の力って思うくらいいい機会だなと思って行ってみたんですけど、お寺みたいなとこに行ったんですよ。韓国のお寺初めて行ったんですけど、そこだけなのかわかんないけど、すごいなんかカラフルなの。日本のお寺って金と木だけみたいな感じだけど、韓国のお寺はすごいカラフルな仏像みたいなのがあったり、天井になんかお花みたいのがついてて願い事書いてあったりとか、すっごい派手でキラ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 してる感じで、なんか日本と全然違うなと思って、おじさんおじいちゃんみたいな方がその無断の先生だったんだけど、先生がこう鈴をなんかシャン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 って鳴らし始めたんですよ。なんかそれをやると多分神が降りてくるか、なんかこう神の声が聞こえるとか、なんかそういう感じなんだよね、多分韓国の無断って。なんかシャン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 ってした後に、なんかあなたは男に気をつけないとダメだって言われて、昔から占い行くたびに男に気をつけろって言われてきてて、なんかそれって私の見た目的にさ、遊んでるように見えるからちょっと派手だし、だからそれでなんか言われてんのかなって思ってたんだけど、今まで男の人にすごい傷つけられてきてて、その傷がずっと残ってるから常になんか愛を探してるしみたいな、簡単に言うと恋愛依存症みたいな感じ言われたのかもしれないんだけど、男の人に傷つけられて辛かったことを話してみてって言われて、もう3年か4年くらい付き合った人にまあ浮気何回もされてみたいな、私がすっごく家族のこととかに辛かった時期にその浮気が何個も何個も分かったから、すごいなんか裏切られた気分だったし、その時はすっごい傷ついて、
みたいな話をしたんですよ。その時のことを思い出すだけで結構泣きそうになるんだけど、それでもう先生の前でめっちゃ泣いちゃって、私がそのせいで、まあ、韓国に来るようになったよとか、まあ、そういう話まで、まあ、したんですよ。そしたらももさんはもう韓国が嫌いになってるねって言われたの急に。先生も韓国人だし、スタッフさん、撮影のスタッフさんみんな韓国人で、正直に言ってって言われたけど、韓国人の人ばっかりいる前でさ、私が韓国嫌いですとか言えないし、まあ、そもそも韓国が見て嫌いっていうわけじゃないんだけど、でも確かに旅行で今までずっと韓国に行ってた時期は本当に韓国が大好きで、韓国の嫌なとこが一個も見つからないくらい、もう韓国愛してたの。ずっと韓国に住みたいって思ったし、なんか本当に本当に韓国が大好きで、まあ住むようになって3年前とかに。でもやっぱ住んでみると、これって韓国だけじゃなくてどこの国行ってもそうだし、日本でも同じだと思うんだけど、やっぱり住んでみると嫌な部分って見えてくるじゃないですか。多分韓国に住んだことある方って絶対わかると思うんだけど、私も実際に住んでみたらすごい嫌な部分とか見えてきたし、それはまあ文化だったりもそうだし、人もそうだし、旅行では見えなかった部分が見えてきちゃって、今は嫌いっていうわけじゃないけど、私が韓国と合ってるのかどうかっていうのがわからないっていうふうに、まあ、その先生には言ったんだけど、私は日本人だけど日本にもずっと住んでたけど、日本の嫌なとこもあるわけだから、母国でも嫌な部分ってあるんだから、外国に行ったら当たり前に嫌いな部分とかってあると思うのね。まあ、それはごく自然なことで、間違ってることではないんだけど、まあ、確かに最初の頃に比べたら嫌いになってる部分もあるんだろうなっていうふうに、その先生の言葉でまあ気づいたかな。私の友達とかも旅行で来てた時はすごい韓国のこと大好きで、嫌いなとこあるって聞いてもないって言ってたんだけど、実際に住んでみたら、ああいうとこやだ、こういうとこやだって嫌いな部分が増えてきて、友達もすごい周りにたくさんいるから、やっぱり住んでみないと分かんないこともあるし、外国だから合わない部分もあるし、それを言われた時もすっごい涙が出てきてなんでかっていうと、私は韓国にすごい希望を持ってきたの。なんか仕事の面とかでもそうだし、なのに韓国に来たのになんか何もうまくいってないなって思うようになってきちゃってて、最近先生にも言われたの。なんかせっかく韓国に来たのに自分が利用されてる気分にもなってるよねとか、こんなはずじゃなかったって思ってるよねみたいな感じ言われて、ああ確かになみたいな。自分の思い描いてた未来があったのに、なんかその通りにはいってないなみたいな風に思って、私がちょうど今そういうことに悩んでたりとかしてたから、もうねずっと号泣なんでそんな泣いてんのって先生に言われたんだけど、もうなんかわかんない、自分でもわかんないくらいずっと泣けてきて、あんまり私って恋愛のことでは悩まないっていうか、悩みはするんだけど、なんか人生がこうどん底になるくらいは恋愛のことでは悩んだことなくて、だから今はなんかこう恋愛のことで悩んでるってよりは、もう本当に仕事、私だったらビザとか事務所の方の仕事とか、なんかそういうのストレス受けたりとか、ビザとかも韓国住んだことある人とかだったらわかると思うけど、すごいなんかねストレスになるんですよね、更新の時期とか。だからそういうのでなんか結構今年とかもストレスめっちゃ受けて、焦りとかも出てくるし、ビザのせいでやりたい仕事ができなかったりとかもあるし、そういうのでいろいろ悩んだりとかもありますかね。ももクラブ、先生に急に言われたのが、白人がいっぱいいるとこが見えるんだよ私にはみたいな感じで言われて、どういうことってなって、東南アジアじゃなくてアメリカとか、まあ、ヨーロッパとかオーストラリアとか、そういうなんか本当に白人がたくさんいる国に行くのがいいと思うって言われて、それもすっごいびっくりして、なんか、まあ、ほぼずっと韓国に住むかな、まあ、もしくは、まあ、結婚して子供とか生まれたらもしかしたら日本に帰るかな、それぐらいにしか思ってなくて、アメリカとかそういうヨーロッパとかに行くことを全く考えてなかったので、しかもなんか仕事も、まあ、YouTube とかじゃなくて美容師とかメイクさんとか、あとトリマーさんとか、そういう美容系をするとなんかすごい稼げるみたいな感じ言われて、私はすごいお金は稼げるのを持ってるらしい。なんかもう先生からもお金を稼ぐっていうのはめっちゃ見えてて、男の力じゃなくて自分の力ですぐお金稼ぐんだけど、それは韓国とか日本ではなくって、白人がいる国でしかも美容系の仕事で稼ぐって言われて、確かに私もともと18歳から美容学校行ってたし、20歳からメイクアップアーティストとかアシ
シスタントもやってたし、自分でフリーでもやってたんだけど、なんか自分がそういう美容系の仕事に向いてないなと思って辞めたのもあったから、あんまりそこはピンとこなかった。正直なんか私はあんまり美容系またやりたいなって思ってないんだけど、でも先生からしたらなんか美容系をやってなんかものがこれいいですよこれいいですよってもう勧めたものがもうボン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 売れてくよみたいな感じで言われて、先生的には今日本に帰って2年くらい準備して違う国に行くのがいいってアドバイスくれて、ちょっと考えてみないとなとは思ってるんだけど、先生もねなんかもともと俳優さんだったの韓国で、でも急になんかこう無駄の人だったかな、なんか誰かにあなたは無駄になりますって言われた途端なんか衝撃を受けて、結局今無断やってるから人生何があるか分かんないよって言われて、まあ確かにと思って、私が今美容系興味なくてももしかしたら美容系の仕事またやる可能性もあるしね、まあでもなんかそうやって新たな選択肢をもらえたから絶対に出てくることがない選択肢だったじゃん。他の外国に行くとか美容系またやるとかは全然頭になかった考えだったから、それがもし違ったとしてもなんか新しい選択肢をもらえたと思って、すごいなんかちょっとすっきりしたかなと思ったし、お金稼ぐって言われたのが一番嬉しかったかもなんだろう、結婚とか恋愛もあんまり急いでないし、自分がまあちょっとお金とかいっぱい稼いでなんか自分の好きなように行きたいなみたいなちょっと目標だったりするから、そうやって言われたのはちょっと一番嬉しかったかもしれないなんかすごい悩んだのに、なんかあなたはめっちゃお金稼ぐよって言われたとさ、え本当ですかやったとか言ってめっちゃなんか喜んだ占いとか無断とか、まあ、信じるか信じないかって自分次第だけど、私はちょっといいことだけを受け入れて、その韓国でまあどうするかとか考えていこうかなとは思ってるんだけど、無駄に行ってからすごいねもっともっと複雑に考えさせられるようになったけど、でも行ってよかったなって思います。韓国はできないとやっぱなかなか行きづらいと思うんだけど、みんなも韓国で無駄とか行ってみたら、まあちょっと日本とはまた違うしいいかなって思いましたももクラブ。ちなみに、まあ、私が来年の2月で30歳になるんですよ。もともと韓国のクラブの動画をすごいたくさん上げてきたと思うんだけど、30歳になるし、一応韓国のクラブって女の子30歳までしか入れないっていうのは一応あって、まあもちろん綺麗だったら30超えてても入れるんだけど、一応なんか区切りがね30歳みたいな感じであるから、私も30歳になったらもうクラブ卒業しようってずっと思ってたの。もうね18歳ぐらいからさずっと六本木のクラブとかさ毎週行ってて、10年以上ねクラブにもう行き続けてたんですよ。だからもうクラブ遊び本当にやり尽くした感があって、もう最近行っても全然楽しくないんだよね。なんか疲れるなぐらい、ババになったからさ、好きは好きだけどなんかもう疲れるわみたいな感じで思ってきて、だからクラブとかもね来年2月までに卒業っていう感じで1本取って終わりにしようかなって思ってるんだけど、これからはもう30代とかでも韓国で楽しめるところとかをもう紹介したりとか、まあ、年齢に合わせてしていこうかなと思っています。でなんか最近ねツイッターで炎上してたんですけど、まあ昔から言われてたこと、私がもう YouTube 始めた当初からすごいさアンチとか多かったんだけど、まあ、日本人の女が軽く見られるからそういう行動やめろみたいな感じよく言われてて、もうはいまたかみたいな感じの炎上だったのこの前も。自分次第じゃん、なんか自分が断れれば別に軽いって思われないし、自分が断らないでホイホイついてってまた広げてるから軽いって思われるわけじゃん。なんか人のせいじゃないし、自分がちゃんと断ればいい話だから、そうやって言う人たくさんいるけど、自分次第じゃないって心の中で思っても結構スルーとかしてるんだけど、私は経験人数とかね別に何人だよとか見せびらかしたいとかそういうのは全然ないの。それが全然自慢にならないことも分かってるし、そもそもそんな数えてないしなこっちだって。でも聞かれるからすごい聞かれるから、まあ、一回数えてみたいよ。答えられなかったら面白くないから、数えてみたら大体これくらいかなみたいな話をしてたわけよ。まあ、ただ普通に事実を言っただけなんだけど、まあ、それが炎上したわけじゃん。私はなんか逆になんかその自分の経験をみんなにどうやって還元できるかってすごい常に考えてて、だから日韓恋愛相談室とかを始めたの。韓国人の男の子とさ2人ぐらいしか恋愛したことない女の子と、私みたいにもう何十人も遊んできたよみたいな女と、どっ
チにさ、みんなが韓国人の男のことに悩んでる時に相談したいかって言ったら、もう絶対私じゃん。私みたいに遊んでるお姉さんに相談したいと思うじゃん。だからこそ私はなんかこの経験を、別に恥ずかしいことじゃないし、生かしてみんなになんか相談とか乗っていけたらいいなと思ってるので、全然恥じてないです。今まさに相談室の企画やってみて、すごいみんなの役に立ててるなって実感するし、まだまだこれからもね、皆さんの韓国男子の相談に乗っていきたいと思ってるので、もし韓国男子のことで悩みがあったら、概要欄チェックして私に相談を送ってみてほしいなと思います。まあ、無駄に言ったおかげでいろいろ自分のことを考え直すことができたし、将来どういうことをやっていこうとか、私はなんで韓国にいるんだろうとか、まあいろいろ考えるきっかけになったから、すごい良かったなと思ってます。皆さんもたくさん悩んでる方いると思うんですけど、一緒に乗り越えていきましょう。ファイティン。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。I'm a little disappointed.